ピルスナー・ウルクベル・ピルスナー・ウルケルは、チェコのプルゼニで1842年から生産されているビールである。サブ・ミラーがピルスナー・ウルケルを所有していたが、2017年3月にアサヒビールに売却された。ビールの種類としては、仮面発酵に属する。ピルスナー・ウルケルは、コクが強いが、一般的なラガービールよりもアルコール濃度は低く、ホップの苦味が強い。ホップが風味の重要な要素であり、また、軟水が醸造に利用されている。330ml と 500ml のアルミ缶と緑色の瓶で入手可能である。ピルスナー・ウルケルの名前の由来が示す通り、一般的なピルスナーの元祖であり、ラガースタイルのビールの醸造方法の基礎となっている。1842年10月5日、プルゼニの市民が設立したビール会社バーガーブローワレが雇ったドイツ人ヨーゼフ・グロールが初めてピルスナー・ウルケルを生産した。一説には従来から作っていたビールを仕込もうとして醸造が失敗して偶然作られたとされる。同年11月11日の聖マルティヌスの日にて、初めてプルゼニ市民の前で完成品を披露。翌1843年には、プラハに開業したレストランウピンカスにて、同市で初めてピルスナー・ウルケルが提供された。1859年には、バーガーブローアレは、ピルスナービア BB の商標を登録。1898年には、オリジナルピルスナービア1842、パルゼンスキープラミン、プラペラメン、メストンスクプルスク、パルゼンスキープレビーズドラジオ、商標登録、最終的に、ピルスナーウルクベル、パルゼンスキープロズドラジオ、商標登録し、今日に至る。ピルスナーウルケルは、注ぐときに、炭酸や泡の量を変えることで異なる味を生み出している。その入れ方は主に3種類に分けられる。ピルスナー独自の注ぎ方は、タップスターと呼ばれるピルスナー本社が認めた、ライセンスを持つ人だけが可能とされている。ハラディンカピルスナーの伝統的な注ぎ方で、炭酸が少なく、喉越しが良いとされる。まず泡を入れてから、泡の下にビールを入れて作る。最も定番に飲まれている。シュニット。醸造家たちが開栓したばかりの村内のビールをテイスティングするときに飲んでいた方法。泡とビールが約1:1で注がれる。塗り1個グラスのほとんどが泡で占められているビール。その名の通り牛乳のような見た目になる。グラス1杯になるまで泡を入れて提供する。最も炭酸が少ない入れ方とされる。時間が経つと泡がなくなって量の少ないビールになってしまう。ありがとうございます。